はい、どうぞ。本日は那須ロープウェイご乗車いただきましてありがとうございます。ロープウェイは山麓駅を離れて山頂駅へ参ります。運転時間は約4分となっております。近郊本部を左下那須の沼原の景色が見えております。今日は遠くの方まで見えてますね。雲はなくて進行方向右上標高1896メートルの朝日岳が見えております。空も真っ青ですね。お客様がロープウェイに来る際通っていただきました県道17号線那須街道はそのまま進んでいただきますと終点地点は峠の茶屋駐車場です。進行方向右側まもなくで展望台が見えてきます。展望台の向こう側にある駐車場が峠の茶屋駐車場。駐車場の奥にはチャオス岳の登山口の入り口がありまして歩いて登山をなさるお客様はあちらからチャオス岳を目指すという工程となっております。少し風がありますかね。ここで那須岳についてお話しさせていただきます。よくお客様から那須岳ってどこですかと聞かれるんですが厳密には那須岳という単独のものはございません。お客様が向かっております茶臼岳、右に見えます朝日岳、朝日岳の向こう側にある三本槍岳、この3つの山の総称として那須岳と言っております。代表的な山が茶臼岳なので茶臼岳のことを那須岳という場合もあるんですが厳密には総称として使うのが正しいようです。こういったことは珍しくなくてですね、例えば群馬県の赤城山、こちらも赤城山という名前の山はございません。黒尾山、地蔵岳といった山々の総称として赤城山と言っております。同じく群馬県の榛名山、こちらも榛名山という名前の山はないんですが榛名山ロープウェイというのがあるんですね。じゃあロープウェイにかかっている山の名前は何だという話なんですが、こちらは榛名富士と言います。まもなくで市中を通過します。通過の際ゴンドラ前後に揺れます。お立ちのお客様間違っていかんとお待ちください。中通過の際前後に揺れます。大市中を通りましてここで揺れます。はい、進行方向右側朝日岳が真横に見える体勢となりました。左下の景色も先ほどとは角度が変わって見えております。山頂駅舎には展望台がありますのでぜひそちらからの眺めをお楽しみください。お待たせいたしました。まもなく山頂駅到着です。到着の際右の方と左の方と両方が下がってこのゴンドラを挟んで固定します。だんだんだと揺れます。ご注意ください。はい、今からここで減速します。はい、ここからゆっくりと本に進入してまいります。山頂駅舎を出るとすぐ登山道なんですが、登山道はですね、通常の道とは違い大変歩きにくくなっております。ご散策登山のお客様、足元には十分お気をつけください。はい、到着しました。このホームが下がりきった時に揺れますね。はい、揺れます。はい、ではこちら開きます。はい、ご乗車ありがとうございました。足元ご注意ください。はい、足元ご注意ください。どうぞ。はい、足元ご注意ください。
今の場合また足元ご注意ください。足元ご注意ください。ありがとうございました。